こんにちは。こんにちは。やばい。かもしれん。間違えた。局地点。よし。合気道に行くのであって、かっこいい。言ってみた。合気道に行くからって言ってみたい。今日のお洋服はそう。今日お腹ちょっと見えてるの、こうやって。いつもはね、お話し会、で、どんな格好っていうのをみんなに言うんだけど、ごめんね、今日は。こんな感じだよ。先に見せちゃった。何かと思ってびっくりした。何？何だと思って。スティーブ。SDASHNG。そうなの？ 私は、ただおへそを出したくて見せてるわけじゃなくて、ちゃんと理由があるから、根拠もあるから、説明できるからやってるの。そう。体のラインが、見えることによって、あ、ちょっと姿勢が悪いなとか、あ、ここちょっとこうした時に肉が出るなとか、じゃあこうならないようにしようっていうのを、自分の意識で気づけるために、意識を高く保つために来てる。そして私はファッションにこだわってるから、だってさ、ビキニで歩いてるわけじゃないじゃん。なんなら私別に谷間出してるわけでもないし。ていう。ちゃんと説明できるの。そう。それ間違った方に行ったら、それは私も注意してほしいし、言ってほしいけど、じゃあ間違ってますかって。ね。時と場所、時と場所？なんなんだ、なんだなんだ。時と場合は考えるよ。もちろん。ねえ、最近さ、ゴムがさ、もう全部さ、こうやってさ、切れちゃうんだよ。最近悩み。何個あっても足りない。
あれかと思った。みんな洗面所の気持ちになったでしょ、今。こんにちは。また落ちたらごめんね。保険証の準備は済ませて。保険証はあるよ。でも午前中も行ったんですよ。耳鼻科に行こうと思って、行ったんだけど、もう検診の時間も間に合わなくて。んで、唯一1時までやってるところがあって、行ったら、張り紙貼られてて、1月13日みたいな。誠に勝手ながら、みたいな。休診にさせてもらいますみたいな。ああと思って。そんなこともあるのかと思って結構遠かったんだけどな。まあでも、サウナ入ったし、むくんでないです、今日も。まだメイクできてない。昨日私ジャズの練習したんですけど、なんかやっぱりこう、左耳が聞こえなくて、なんか左耳だけずっと飛行機にいる感じ？あ、これもやばいわと思って。だいたいほんと、風の後とかに、中耳炎になったりするんですよ。で、なんか学生の時っていうか、小学校の時とかも、突発性難聴とかになったりとかして、だからさすがにちょっと、そうなったらやばいじゃん。だから、しかもジャズがあるから、やっぱ耳ってめっちゃ大事だなと思って、昨日めっちゃ歌いにくくて。まあ喉が本調子じゃないのもあるけどさ、耳があんまり聞こえないから、音程が合ってんのかわかんなくて、これやばいわと思って、行こうと思って。でもね、集合の時間もあるしね、微妙なんだよね。間に合うかわかんない。はい。
とりあえず3時からだからさ、その午後の検診が。で、それにちょっと行ってみようかな。今日は毛先ワンカール。でも、耳鼻科とかほんと長らく行ってないからさ。なんか、ちょっと、問診票とか入りそうじゃない？ね、病院ってさ、カード使える？みんなに質問なんだけど。現金だけ？場所によって違う。札幌していた方がいいかじゃ。でも現金がないんだよ。現金だけが多い？保険、ああ、確かにね。ああ、確かに。保険診療は。確かに。なるほど。ちょっとどうしよう、髪の毛。これだけだとなんかちょっと質素だよね。電話してみたらいいのか。オッケーオッケー。行きながら電話してみよう。そう、私も結構電話してから行くタイプ。ありがとうございます。まじこういう時にさ、人数がこういっぱいいるとさ、文殊の知恵って感じ。え、合ってる？使い方。文殊の知恵。3人寄れば文殊の知恵。初雪だって。わおわお。雪降ってんの？ちょっと待ってて。
よいしょ。ズボン持ってくんの忘れた。44分だよ。ありがとう。教えてくれて。これがないとね。なんか。財布ね、財布と、これと、ズボンどっち履くか迷うんやけど。どうしよう。やばい、めっちゃレザー好きな人みたいなんで。めっちゃレザー好きな人みたいになっちゃうんだけど。どうしよう。じゃあ、下はデニムの方がいいかな。怖いな。どうしよう。
ありがとう。クマみたいな帽子かぶって。これにしよう。フライトキャップにします。かわいい上着届くの？わー、サンタさん？よし。こんな感じでいきます、今日は。ちょっとすっぴんだからまだ何とも言えないんだけど。こんな感じで行ってきたいと思います。バイバーイ。ごめんね。ちゃんとコメント読めなかった。バイバーイ。一文でした。